外反母趾を改善するのは実は難しくはありません。ちょっと足の使い方を変えるだけで、痛みならばその日のうちに、出っ張りもどんどん改善することができます。皆さんこんにちは。日本で活動する足の専門家、中島武です。足の専門家といってもどんなことをしているのかっていうのは、この概要欄の方を見ていただいたら詳しく書いています。そちらをご覧ください。で、冒頭でもお伝えしましたが、外反母趾を改善するのは実は難しくはないんですね。こういうと、今まで外反母趾の改善にすごく苦労してきた方とか悩んできた方は、ほんまにっていうふうに疑問を持たれる方が多いというか、疑ってかかる方が多いんですけど、私は実際に下の概要欄にも書いてるんですけど、何千という医療用で使う測定器を使ってちゃんと測定した改善例を持ってるし、私が教えた治療家の方も同じような成果が上がってるし、であとは最近はそういう活動を見て、大手企業が私の歩き方を研究したいというふうに一緒に研究しているので、何週間でどれぐらい改善するというデータまでものすごい細かく取ってるんですね。まあそれは 1,2 年ぐらいで発表されるみたいなんですけれども、まあそれぐらい私にとったら当たり前だし、実績のあるというか実証のあるものなんですよね。では多くの方が外反母趾をなぜ改善できてなかったかというと、簡単に言えば外反母趾の対策をまるっきり間違えてるだけなんですよね。全然方向性の違う治療方法をやってると。だから治らなかっただけで、正しい方向性に合わせたらものすごく楽に治せるんです。ですから今回はこの動画でそのあたりをビジュアルで見ながら分かりやすく解説していきたいなと思います。では内容です。外反母趾はなぜ足の使い方、歩き方で治せるのか、で具体的にはどうやったら治るのか。今回の動画をご覧になることで、あなたは外反母趾の成り立ち、原因を詳しく知ることで外反母趾を改善することができるようになります。私は足の専門家であると同時に、歩行指導や動作改善の専門家でもあります。世の中に正しい健康情報を広めたいなと思ってこの YouTube を始めたんですが、 YouTube の動画が広がっていくかどうかは、皆さんの押してくださる高評価ボタンとか、あとはチャンネル登録数とかコメントなんかによってどれぐらい広がっていくかが決まってるみたいなんですね。ですからこの動画が有益だなと思っていただいたり、多くの方が知ったらいいのになと思っていただいたら、高評価ボタンやチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、では具体的な話に入っていくんですけど、外反母趾は治せる、でどうやって治すかの話なんですけど、まずちょっと一回この写真を見てくださいね。この今出てきた写真の3パターンは同じ人が外反母趾を改善してる前と改善した後なんですけれども、見て分かる通り、これ同じ服装の同じ靴下のだから、その改善っていうのは本当にすぐにできているということなんですよね。じゃあ具体的にはどういうことをしたらこんな風に足の出っ張りが一気に引っ込んでるのかっていうのを、ちょっと次は動画で見てもらいますね。今のが具体的にどう動かしたら外反母趾が引っ込んでて、どう動かしたら外反母趾が出てきたかというところの動画なんですけど、この動画をご覧になった時に、こんなの足ちょっと動かして引っ込んだだけだから本当の意味で治ってないやんと思う方がおられるんですよね。でもこれはものすごい大きな誤解で、この足の動きに外反母趾の成り立ちと外反母趾がどうやって治すかが、本質が詰まってるんですよね。今の動画で分かるように、足の動かし方をちょっと変えただけで外反母趾が出て、ちょっと変えただけで外反母趾が引っ込むということは、外反母趾が足の使い方で発生する病気、もうちょっと詳しく言えば間違った歩き方で発生する病気という異証明である動画なんですよね。こういう話をすると、外反母趾っていうのは、ハイヒール履いてるからじゃなかったのとか、外反母趾っていうのは足の指を使わないから弱ってなったんじゃないのっていうふうに思ってた方が、まあこういうふうに言われるんですけど、それらが誤解なんですよね。具体的に言ったら、外反母趾がハイヒール履いた人しかならないんであれば、男性ってならないはずですよね。まあ、ハイヒール履く男性もいるとは思うんですけど、でも、ハイヒール履かない人たちでも外反母趾ってなるんですよね。じゃあ足の指を使わないから弱ってなったんじゃないかなっていう方も、アスリート、プロスポーツ選手とかもものすごい外反母趾多いんですよ。で、日本で言うと、自分でそのデータを公開してる人がいて、フィギュアスケートで有名な八木沼純子さんという、元フィギュアスケーターで今プロスケーターかなの選手がおられるんですけど、その方はご自身が外反母趾で、それをどうやって直していってるかっていうのをブログで上げておられるんですね。で、フィギュアスケートをしてる人で足の指を使わないなんて考えられないですよね。
で、実際にそのフィギュアスケートの方だけじゃなくて、ブログとかには上げてないけど番組でちょろっと喋ってたりとか、あとは番組でちょっと足が映ったようなプロスポーツ選手でも外反母趾ってすごく多いんですよね。で、実際にそれを証明するように足の指をじゃあ鍛えるトレーニングをしたら外反母趾が治るのかというと、そうではないということは、弱ってなったっていうのもやっぱりつじつまが合わないんですよね。で、じゃあ話は戻りますけれども、なぜなるかというと、足の使い方でなるというのがもう分かっていることなんです。具体的にはどんな足の使い方がまずいかというと、外反母趾になる元になっているのはオーバープロネーション、過剰介内という足の使い方が元になっています。そのオーバープロネーションプラス地面を強く蹴るような動きをすると外反母趾になってしまうんですね。で、このオーバープロネーションということに関して言うと、ここで解説するとそれだけでものすごい長くなってしまうので、この動画、このサムネイルの動画を見ていただいたら分かります。こちらの動画、この動画の最後にもリンクは貼っておくんですけれども、よかったらご覧ください。そしてこのオーバープロネーションという足の使い方が外反母趾になっているとすれば、そのオーバープロネーションという足の使い方をやめることができて、本来あるべき正しい足の使い方でできたら外反母趾が治るということの証明みたいな動画が先のやつなんですね。ですから皆さんも今この動画をご覧になっている方で外反母趾の方は、一度今から言うような足の動きをしてみていただいたら、先ほどの動画の足の動きってどんな風にしているかというと、こんな感じの動きをしているんですね。こちらの足で説明すると、この状態からつま先と今膝がまっすぐ揃っていますが、膝を内に倒す、こうすると外反母趾がボコッと発生していて、まっすぐからちょっと外目ぐらいまで持ってくる、こうすると外反母趾が引っ込む、こう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 ということを繰り返していたのですね。で、今皆さん自身がお家でご自宅でやってみていただくと、この状態から外反母趾を患っている方であれば、内に踏み込めば踏み込むほど外反母趾がボコッと出てくるはずです。私の場合は外反母趾はありませんので形が出てくることはありませんが、皆さんが外反母趾であれば出てくるはずです。そしてこの状態から膝をまっすぐからちょっと外目ぐらいまで持ってくると外反母趾が引っ込みます。両足揃えてもしやってみるとすれば、こういうふうにすると外反母趾がたくさん出て、こうすると引っ込んでくるということになります。で、この動きを今皆さんが立ち上がって外反母趾の方はこう動かしていただくと、外反母趾が出たり引っ込んだりするのが分かると思うんです。ということは、正しい足の使い方の延長線上に外反母趾が恒常的に治るというのがあるというのが理解していただけるんじゃないかなと思います。では具体的にどういう足の動きをしたら外反母趾が治っていくのか、どんなのが正しい足の動きなのかということについてですが、私はこのオーバープロネーションという足の問題をもとに、どう足が本来動くべきかというのを研究して、で、それをもとに逆算して歩き方を構築したんですよね。で、その歩き方をやっていただくと、外反母趾というのはその歩き方が正しくできたら、できた瞬間からもう痛みはなくなります。で、その歩き方を続けていると足に負担がかからない分、どん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 足の横幅が縮んでいって、その結果角度が減っていくという形で改善していきます。どれぐらい改善していくかに関しては、私が医療用の測定器で使った改善例の紹介の動画があるので、このサムネイルの動画を見ていただいたらそのあたりは詳しく出ています。これも最後にリンクを貼っておくので、またそちらを見ていただいたらいいんじゃないでしょうか。そしてその理想的な歩き方についてなんですけど、私たちはその構築した歩き方をゆるかかと歩きというふうに呼んでいます。そのゆるかかと歩きというのは、端的に言えば足を持ち上げるような歩き方なんですけど、具体的に見ていただいたら分かるんですが、それほど見た感じ特別な歩き方ではないんですよね。ただ逆に言えば、外反母趾の人は気づかぬうちにその歩き方を失ってるっていう言い方が正しいかもしれないですね。ですから本来人間があるべき普通の歩き方なんですけれども、それができたら足の負担が減っていく。で、今失ってしまった人がどうやってそれを取り戻すのかについては、とりあえずで言うと、私が YouTube でゆるかかと歩きレッスンというこのサムネイルのシリーズですねっていうのを出しています。で、そちらの方をご覧になって取り組んでいただくと、コメント欄にもたくさんあるんですけれども、動画を見ただけで取り組んでも改善している人もたくさんいます。
本来であれば私たちは指導員がいるので、その指導員のところに行って習うのがやっぱり一番なんですけどね。癖がついてしまった人は見ただけではなかなか習得できない場合もあるんですが、地域によってはそれができない場合もあると思うので、まずは動画を見て取り組んでいただくといいんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。外反母趾の改善の話ではあるんですけど、外反母趾の人は実を言うと、その性質上、あとは足がふらつくとか、踏ん張れないとか、膝が痛いとか、股関節が痛いとか、足が太くなるとかね、いろんな症状を併発している場合がほとんどなんですよね。で、この歩き方の改善のいいところは、それらも全部一緒に改善していくっていうのがいいところです。ぜひとも諦めないで取り組んでみていただくと喜んでいただけると思います。